はい、こんにちは。税理士川南です。税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。さあ、本日の動画はですね、こちらです。給付金、補助金、やってはいけない NG 集についてやりたいと思います。本日の NG 集はこちらです。会計処理のミス、無駄な質や経費を使うこと、消費税の処理ミス、最後、気の緩み。ぜひ聞いてほしい項目ですので、このような流れで目次いきますので、最後まで動画の方を見てください。よろしくお願いします。はい、それでは給付金、補助金、やってはいけない NG 集について動画で説明していきます。本日の NG 集はこのような流れでいきます。ではまず一つ目からですね。一つ目の NG、 会計処理のミスです。こちらが一つ目の NG です。勘定科目についてなんですけど、補助金や持続化給付金ですね、勘定科目については雑収入に勘定科目を振って片付けてください。雑収入に勘定科目をするということです。雑収入というのは売上とは別の、本業の売上とは別に入ってきたお金、収入となるお金っていうのを雑収入に片付けるんですけど、雑収入はね、結果、売上高と本業の売上とこの雑収入には合わせた金額を今年のお店の収入としていうふうにカウントします。どうしてじゃあ売上のグループに入れないといけないかと言いますと、税額が変わるからです。まあ、売上が上がってないってことになります。その年の税額が変わる場合があります。で、必ず税務調査では確認されるポイントの一つだと思ってるんです。今国の方が支援金や補助金とかいろんなものをビジネスを持続化できるようにっていうことで、国の方がたくさんの支援金や補助金を出しております。必ず税務調査が入った場合には必ず見られるだろう。会計処理をきちんとしているかどうかっていうのは税務調査で必ず確認されるポイントだと思います。ですので、会計処理のミスは NG になります。さあ、次の NG です。次の NG は無駄な支出や経費に使うことです。そもそもね、持続化給付金というのは、まあ、ビジネスをなんとか継続するために出してくれているものです。給付金や補助金は今後のビジネスのために使う必要があります。必要なものに使ってください。例えば飲食店でしたらね、テイクアウトを始めたってなりましたら、テイクアウトの入れ物を買うとか、テイクアウト用のメニューを作るんですよっていう風な次のビジネスにつながるもの、もしくはコロナの中を生き残れる施策方法のための支出をする、経費を使うっていうのは OK なんです。不必要な投資はしないようにしてください。給付金や補助金を無駄な質や経費に使うというのは NG な方法になります。次の NG 集に行きましょう。次の NG はこちらです。消費税のね、今度処理のミスについて説明したいと思います。免税事業者の方は大丈夫なんですけど、課税事業者です。課税事業者がどういう方かと言いますと、確定申告の時に消費税の申告、まあ、消費税を払っているって方は課税事業者になります。払っていない方は免税事業者になります。で、課税事業者の場合のこの消費税の処理なんですけど、給付金や補助金は非課税となります。消費税はかからないんですね。その非課税になります。それの処理を必ず決算の前に確認をしてください。もし課税売上っていう風に消費税の会計処理をしてしまうと、その部分損してしまうんですね。払わなくてもいい消費税を多く払ってこういうことになるので、処理のミスっていうのは NG になります。なので必ず処理の確認の方をお願いします。それではラストですね。こちら個人的にある方あるんじゃないかなと思うんですけど、気の緩みです。持続化給付金ですと個人の方だと100万円、法人の方だと200万円出ますよね。で、それプラス休業の給付金やら何やらかなりとか補助金が出るとかなんちゃらなんちゃらで、かなりの金額がまとまった金額がポンと入金あったと思うんですよ。で、さらにもしかしたら皆さんの中には借入金をしたという方もいらっしゃると思うんです。売上がダウンしているので借入をしたとか、まあ、売上が立たないから先行きが不安だからっていう方で、銀行や金融公庫さんから借りた方もいらっしゃると思うんですけど、トータルで合わせてかなりの金額になるはずなんです。だから人によってはね、借り入れだけで500万とか、何やかんや合わせても1500万から2000万入ってきたっていう方もいると思うんですよ。そうすると何が起こるかというと、人間って本当に不思議なもので、通帳に残高がたくさんある気が緩むんですよね。なんかこんなにあるんだったらちょっと使ってもいいんじゃないっていうふうに思いがちなんです。その時に気をつけてほしいんですけど、コロナって先行きが不明確なんですね。今後戻るかもしれないし、今まで通りにビジネスがもしかしたら売り上げがまた下がるかもしれない。コロナによってね、休業をしなければいけない。この先がどうなるかっていうのは誰もわからないですよとね、お金がポンと入ってきただけで気が緩んでしまって、あったらいいなっていうものを買ってみたりとか、そんなに必要がないものとか、前々からちょっと夢だったんだよねとか、これしたかったんだよねっていうものに手を出すビジネスしてる方いらっしゃるんです。もらったお金、あなたのお店の
何ヶ月分の体力かっていうのを必ず換算してください。例えば売上がゼロとしてカウントした場合に3ヶ月分しかないんだとか、あと1年経ったら使い切ってしまうんだなっていうのを把握するとちょっとヒヤッとすると思うんです。お店の体力を何ヶ月持つかっていうのを必ず計算してください。それが何ヶ月分か、あ、1年分あるなとか2年分あるなとか、それがね、もしかしたら3ヶ月分しかないってことでしたら不必要なものを買ってる場合もありません。ですので経営者として冷静な判断をしてください。あの金額が入ってきた、それは経営者として冷静な判断をして気の緩みをしないようにしてください。本当に何が起こるか分からないので、なるべく、現金で持っておくっていうことをお勧めします。何かあった時、万が一の時のために使えるお金、あのビジネスがね上向きになっているとか、コロナ禍によって逆にうちは儲かってる、まあそういう儲かってるっていう方はそもそもそう持続化給付金とか補助金ってあまりもらってないはずなんですよね。気の緩みに気をつけてください。はい、それでは今日はね、やってはいけない給付金補助金のね、やってはいけない NG 集ということでね、この4点を挙げさせていただきました。皆さんやらないようにお気をつけください。はい、本日の動画はじゃあ以上になります。税理士を味方につけるということで、オンラインサロンの方を運営しております。月額制の完全会員制で Facebook の非公開グループで運営をしています。税金や経理、ビジネスの情報や知識をメルマガの感じでね、平日毎日投稿してますので、それが読めるってことと、相談や質問が OK なので、顧問料に比較したら圧倒的にお得な内容になっております。オンラインサロンの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらの方でチェックしてください。毎度おなじみなんですけど、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。高評価ボタン、グッドボタンもお待ちしております。感想やコメントもウェルカムですので、どしどしじゃないねよろしくお願いします。はい、それではね、本日の動画最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね、またの動画でお会いしましょう。